弾丸。弾丸、弾丸、とは、火器から発射されて飛ぶ物体のこと。銃弾及び砲弾の総称。つまり、それらをまとめて刺すための故障。一般的には単に、弾とも言う。銃や砲から発射され飛ぶ物体を、まとめて刺すための用語が、弾丸である。一手の狙い通りに弾丸が、目標に当たれば、目標に、物理的損傷を与えることになる。 弾丸の材質や形状は用途により多岐にわたる。一言で、銃弾と言っても、現代では一般に飛んでゆく、弾はそれ単体で銃に込められるのではなく、弾を発射するための火薬類や着火用の雷管などと、共に薬莢と呼ばれる一種の器に収められ一体化した、形で事前に用意されている。弾頭、発射薬、重要雷管が、 薬莢に収められ一体化した状態を実行や弾薬という弾頭の材質や構造はいくつかあり、例えば広く用いられているフルメタルジャケットというタイプは、弾の中心部分、弾身、コアは鉛合金であり、それを銅合金の多い飛行、ジャケットで覆った構造になっている。現代の銃弾の分類法としては弾頭の構造、形状、 材質などに基づいて、フルメタルジャケット、ソフトポイント、フォローポイント、などと分類されることが多い、銃弾の種類。一方、三段銃の三段では、実縫は、円柱の形にまとめられ、発射と同時に、多数の球場の小さな弾丸が、ばらまかれるようにして、ばらばらの状態で飛んでいく。なお、銃弾を実際に発射することを、発砲という、 砲弾は構造としては現代では一般論として言えば弾からだ、作薬、進化、団体からなる。使用目的により榴弾、鉄砲弾、照明弾、焼夷弾、ガス弾などがある。鉄砲や大砲が生まれた時代弾丸というのは弾丸に丸という漢字が入っていることからもわかるように金属を球形にしたものであった。球形の弾は 銃口から発射された後、飛んで行く間空気抵抗が大きく弾速が、落ちやすく弾は遠くまで飛びづらく、また弾道が安定せず、意図しないのに、野球の変化球のように変化しがちで、目標に的中する確率も低くなりがちであった。ひな銃の場合、弾、弾の込め方は、一発等と,とするたびに、まず銃を垂直に立てるように持ち、上側の穴、銃口から火薬を、 パラパラと入れ、次に、やはり重厚から金属玉を入れ、柵杖と呼ばれる棒で押して固め、火蓋、イコール火皿の蓋。一種の安全装置が打ち終えた直後なら、開いた状態なので、そのまま火皿に着火薬を入れ、安全のため一旦火蓋を閉じ、火ばに火縄をセットする、という手順である。玉米の時間を短くするために、火薬を、 粉の状態のまま重厚から入れるのではなく、あらかじめ所定量を紙の袋に入れておき、それを重厚から入れるという方法。紙製薬鏡の最も素朴な形態は十四世紀には一応発明されていた。が、実際に広く使用されるようになったのは後の時代である。弾頭、発射薬、着火薬が薬鏡で一体化されたものは1808年に、 パリでスイスの住職人のとフランスの住職人によって開発された。弾頭は休憩で、薬莢は新中製もしくは紙製であった。これも普及したのは後の時代である。例えば、米国では南北戦争の時期、1861年から1865年でシャープス銃が用いられたが、この銃は、 発射薬団という方法で装填することもできたし、一体型の紙薬莢で装填することもできた。1860年代から1870年代になると、米国でいくつもの銃製造業者がリボルバーを製造し、そこにはスミスウェッソン社もあった。それに金属製の薬莢に入った実砲が用いられ、金属製薬莢を用いた実砲の普及が進んだ。現在、 使用されている実法は概ねこの形状を継承している。あとに、弾頭の形状は空気抵抗を減らすために、弾頭の先が尖った形に進化したものが開発されたり、反対に着弾した時に、ターゲットの身体、肉体をより激しく傷つけるために、あえて弾頭の先柄な形状やくぼんだ形状のものなども開発された。かつて用いられた。 休憩の弾丸は、現代では、廃れて、戦場では見られなくなったが、砲丸投げで使われる丸い砲丸がその名残を今に伝えている。戦国時代の日本では、鉄砲の需要に伴い弾丸の材料である鉛の需要も高まったが、流しの古戦場から出土した弾丸の分析結果から、7割が国産であり、3割が外国産で、大産鉛も確認されており、 工術書、これは、南蛮貿易により取り寄せられたものと見られる。他の金属製の弾丸の場合、鉛製弾丸に比べて、飛距離が短いという欠点があるが、経過機 P42、西日本から出土する弾丸のほとんどが鉛製であり、東日本では、銅や鉄製の弾丸が多く、地理的要因による物流の格差が見られる。前景書、P42、平山は、 武田軍の軍役定め書きから、長篠の戦いにおける銃器保有率は、武田方も織田方も大差はなかったとしており、問題だったのは、銃弾の材料の方であったとする、前傾書 PP36 から39。大昔は返して、弾は撃ったが、なかなか的に当たらない、などということが一般的で、いてはそれに悩まされていたが、ドイツでは伝説に、 発射すれば必ず狙った標的に当たるとされる魔法の弾丸、マダンというまるでいてのマンを投影したようなものが登場するようになり、これをモチーフにして19世紀にカール・マリア・フォン・ウェーバーがマダンのいてというオペラ作品を仕立て上げた1821年初演。百発百中の玉という魅力的なモチーフはその後も様々な作品に登場することになった。 戦国期の日本では、関東伊ニシエ戦六巻3に、勇猛な大将は、金の弾丸で打ち抜けば、後で、かあないという迷信が記され、上杉影虎に対し、黄金の玉を3回撃ったが、命中しなかった、とも記されている。ハリウッドでは20世紀に、狼男は、ほぼ不死身だが、銀の武器は効くなどという設定にして、フィクションのストーリー展開を盛り上げる手法が現れ、 狼男を銀の弾丸で殺すという内容のフィクションも現れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。